こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、家を50年以上しっかり持たせるための重要なポイントについて解説していきたいと思います。それはまずですね、なんといってもどうやって家の骨組みである構造体をですねしっかり持たせるかっていうことに尽きるわけですけども、そのことの基本的なねメカニズムをちょっと解説していきたいと思います。また例によってちょっと僕のスケッチ見ていただいていいですか。まあ家作りをねやってると丈夫な家欲しいから、みんな構造を何したらいいんかなってすごい悩まれると思うんですけどね。まあ鉄骨にしても木造住宅にしても、まあ鉄筋コンクリートもある意味ちょっとそうだと思うんですけども、まあそういうその鉄骨のもんであろうか木造住宅であろうが、構造体を長持ちさせる最大のポイントってすごく単純なんですよ。それはですね、その構造体自身をどれだけ乾燥させておけるか、乾いてる状態を維持できるかということに尽きるわけなんですね。まあ分かりますよね。木だったら乾燥してる木材って長持ちすると思うんですけども、これこう水に濡れちゃったらやっぱりこう腐ったりとか、まあ、シロアリが来やすかったりするっていうのはこう簡単に分かるじゃないですか。だから乾燥させておいた方がいいんですよね。でもね、これ鉄骨も一緒なんです。鉄骨もね、やっぱり湿気が多くなってくるとやっぱり錆びますんで、例えばハウスメーカーさんの鉄骨の家って丈夫やって感じあるんです。もう多くの家がね、軽量鉄骨造っていう、まあ鉄骨の中でも比較的薄いんですね。薄いんでやっぱり錆びは弱いですよ。重鉄に比べるとやっぱり全然重量鉄骨と言われてるやつとはちょっと違いますんでね。でも悪口意味じゃないですよ。だからそういうことなんで、鉄骨であろうが木造であろうがポイントは一緒なんだということをちょっと知っておいていただきたいんですね。でちょっとゴール詰めの方に行きますね。でそうするとですね、これまあ一般的な建物です。これが基礎がありましてね、でこうやって柱があって梁があって、それに屋根がかかってる、まあ、こういう構造になっています。でそうするとですね、この乾燥させるっていうことはこう2つのポイントがあるん、乾燥をこう維持するためにはね、それ一つは、これはね、それぞれこう建物は外壁とか内壁っていう壁でこう構造体が囲まれてしまってるんでね、構造体が立ってしまうと見えないんですよね。でそうするとその構造体に対して、水が入る、水分が入るって2つしかないんですよ。それは一つは雨水です。でこれを雨水を止めるっていうことはしないといけないです。これが止水っていうやつですね。でもう一つがですね、湿気ですね。こう人間がどうしてもここで生活するとですね、こう人体からも湿気出ますし、お料理とかね、お風呂とか湿気出放題じゃないですか。でそうするそれをまあ換気扇なんかで計画排気はするんですけども、でもやっぱり、まあ、ひょっとしたら若干はですね、この壁の中にこう入っていこうと、多くの場合こういうところ入っていくんですけども、そういうところがあります。なのでこの中から入る湿気に関して、これが止める、これを止めるっていうのは1ですね。でいわゆる防湿っていうやつですね、これが1です。で2が止水ですね、外からの水を取る、まあ、1、こっち1、2どっち順番逆でもいいんですけども、そういうことになりますよね。でこのポイント1の防湿に関しては、まあ、まずはこういう気密シートなどで連続してこう作っていくっていうことで、これをいかにピシッと貼るかっていうことに尽きるんですけどもね。でもこういうふうに貼ってもですね、こういうこの部分、こういうとこは意外とこうテープがピシッと貼れてないと、こう折り返しになってないと入ることもありますんで、ここら辺は結構しっかり見てもらうかんですよね。でこの辺はね、あんまりこう防湿気密っていうことを考えられる会社さんに関して失敗は僕ないのかなと思うんですけどね、意外に起きやすいのはここです。このね、床下から、まあ、こういうとこもですね、上がってくる湿気っていうのは、ここの隙間ってね、結構だいぶ気合い入れて施工してこないと空いてることがあってですね、ここから上がることがあります。なんでここら辺にはね、気流止めとか、まあ、この辺の処理も含めてね、きっちりこうやってもらうと湿気が上がりにくいので、こう両方で効果で防湿っていうことを、この湿気をなるべく最小限躯体の方に、構造体の方に入れないっていうことが一つ重要になります。でそしてですね、
そうは言っても、まあ若干入ることもあるんじゃないかということに対してはどうするかというと、まあこういうところにこう湿気がこう溜まるわけですよね。まあ、要は溜まるのはこの辺です。こう上がっていきますね、湿気ってね。でこういうところが速やかに出るように、乾いていくようにしないあかんですね。でここには当然こうあの断熱材も入ってますので、断熱材は構造体以上に乾燥していないとこの威力を発揮してくれません。ちょっとでも水濡れたら断熱性能が落ちてしまいますので、これも乾いてもらわなあかんですね。なのでここの部分ちょっと見えにくいんですけどね、この外壁の外側に、まあ、あのいわゆる透湿シートって言われてるですね、あの湿気を水蒸気を外に向かって吐き出してくれる性能のものを貼らないといけないです。でこのシートはもともと何のために貼ってるかというと、これ止水のために貼ってるんですよね。でそうするとですね、この止水とこのといわゆる透湿、まあ、通気って書いてますけども、ここの湿気が速やかに上がっていくためのこのここ水蒸気出てくることっていうのはね、この相反するものなんですよ。水を止めるということとこっちから出すということは、あの出てほしい止めてほしいって、だから穴開いてるとこ栓するか栓せえへんかみたいな話になるので、これトレードオフの関係だって難しいんですよね。でこれを解決するのがここあのいわゆる通称、まあ、タイビックシートなどいう、まあ、商品名が多いですけども、あの透過透湿シートって言ってて、 水分は通さないけども湿気を吐き出してくれる。でこういった、まあ、多機能の素材っていうのを使う必要があります。でこれを使っておいていくと、ここに溜まった湿気も速やかに吐き出してくれますので、まあここはあの乾きが促進されて、いつもこうあのカラッとした状態になるっていうことですよね。でなので同時にここのところ、この壁に外周面にはですね、通気層といいまして、この出た湿気を吐き出してくれる、まあ、こういうところ吐き出すわけなんですけども、あるいはあのこういうところですね、こっちからこういう感じで、で ここのための通気層っていうのも十分に取らないといけません。なのでまあね、まあ、今はもうほぼないですけど、昔はこの直張りっていうことでこう通気層を十分取らなかったということで、やっぱり事故ありました。なのでこの通気がちゃんとされているかということもポイントになります。でこういうところをしっかり押さえていただく、つまり防湿、室内の防湿をしてですね、で万が一の湿気の吐き出しに対して、透過透湿プラス通気っていうことをしっかりやってもらえると、この躯体の中の乾燥というのは促進されていきますね。で同時にこの屋根もこっちからこう入っていって、ここにまあ湿気が万が一溜まった時には速やかにこうやって出してくれるということで、ここの換気ということも重要になります。なのでこの50年以上ね、丈夫に持つ構造体を考えるときに、鉄骨がいいか木造がいいか、やっぱり鉄道が強いんやって、そういうことじゃないんです。まあ、構造計算をまともにしてやるもんであるならば、あの構造体の素材はほぼ関係がないです。それよりこの湿気のシャットダウンとか、万が一の乾燥を促進する通気とかっていうシステムが、この持たせるか持たせんかの重要なものになります。なので構造をしっかり持たせるためにタイルを張るとかっていうことはないんです。それは外装の寿命は伸びるかもしれません。でも構造体の寿命を伸ばすのは通気です。そして家の中の防湿です。でこのことをちゃんと押さえておかないと、あの家は50年以上持つってことは、もうね、なんか見てくるだけ綺麗なんやけども、中がそういう考えられてないと、家の品質っていうのは極端に悪くなっていきますので、ぜひちょっとこのことは頭に置いといてください。はい、こんな感じで、ザックバランに家づくりの、まあ、基本的な話をね、いつも解説させていただいてますので、よかったら、チャンネル登録をしてみてください。